ちょっと怖くてさ、うちの奥さんがさ、うん、俺同い年じゃん。でさ、うちの、まあ、母親がいるじゃないですか、うん、でなんかいろんな間違いをするんですよ。女の六感みたいなあるじゃないですか、うんうん、もう絶対女の八感って言うんですよ絶対に。二つ多いんですよ感が。でなぜか八感なんですよ。なんだもう間違えるんですよ本当に。でも本当にベタにしでって言うじゃないですかおばちゃんって、まあね、うん、でもポークソテーのことはポークソティって言うんですよ。逆にそんな、なんかわかるでしょ。そうおばちゃんってなんか絶妙な間違え方をするんですよ、はいはいはい、うん、で、ね、こっちは笑っててで角を持ったらなんか OP みたいなさ服あるじゃん、うん、OP みたいなとか OP あるじゃん。 OP な、わかる、あのね、あのオーシャン、そうそう、で言ったらさOP の略知らないでしょ、お母ちゃんって言ったら、何？オーシャンパシフィックでしょ？いや、知ってんのかいみたいな。お前、試しすぎだよ。なんか、裏裏に行くんだよな。なんか、間違えるし、言えるとき言えるし、みたいな。なんでオーシャンパシフィック知ってんだよ。知ってんだよと思って、俺、なんで、俺、こんなツッコミ初めてしたよ、みたいな。なんでオーシャンパシフィック言えんだよってツッコミ一緒に言わないだろ。まあね、うん。で、姉ちゃんとかもなってくんのよ。やっぱり。うちの姉ちゃんも、うん、俺35でしょ、うん、私で38でしょ、で、うん、何でサバイバルで、あの43とか、うんうん、だからやっぱアラフォーとかでなってきて、うん、姉ちゃん、今のうちの母ちゃん和子って言うんですけど、ちょ和子出てるよみたいな言うのよ。あ、なるほどね。でも姉ちゃんが、いやもうマジ和子は勘弁みたいな。和子はちょっと待って、もう私でも本当なんか脳トレするとかわかんないけどさ、ね、言っててさ、したらもう奥さんがさ、えまさかの、そんなタイプじゃないじゃん。おいおいおい、うちの奥さんはね、俺が言うのはなんですけど、すごい知性豊かな女性なんですよ。いや、お前が言うなよ、ね、もう。したらさ、なんか椎名林檎さんってやっぱすごいなみたいな話したの。したら、いや、やっぱそうだよね、林檎ちゃんは、みたいな。なんかちょっと調子乗った言い方してきて、はい、誰が林檎ちゃんだよ、みたいな。まあ、若い感じじゃん。はい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 、ね、で、いいよ。でもやっぱ満州事変もいいもんね、って言って。東京事変のこと満州事変ってこいつ言ったら、やばっ、それは和子でしょ。それは和子じゃん。やばっ、やばい、ルーキーまだ30代だよ。その事変だけで、で、はぁーって思って、和子が出たっつったら、で、もう本当に嫌だっつって。うわやばい、満州事変は。